私たちの肌は水分と油分のバランスを良い状態に保てなくてはいけません。保湿が足りないと数々のスキントラブルが発生してしまいます。なので性別、年齢に関わらず常に肌を保湿することを忘れてはいけません。また生活習慣を良い状態に保つために健康にも気をつけなくてはいけません。健康的な食生活に心がけ、十分な睡眠をとり、洗顔後にはたっぷりのローションをしっかりつけてください。肌の状態によってモイスチャーライザーの種類を調整しましょう。 T ゾーンがオイリーなら油分の多いクリームは少し控えめにしてください。